ハロー YouTube にハオヨーコンリンチーです。今日もですね、日中をまたにかけた久しぶりに普通のコーラ飲んだら美味しかったバイリンガルの僕がですね、皆様に中華ニュースをお届けしようと思います。はい、ですね、今日の中華ニュースなんですけどもね、今ね、貴州省のクイアンっていうところでね、大変なことに、なってるということで、その関連なんですけども、まずはですね、中国国内に日本でいうとこのネトウヨですよ。ネトウヨ、愛国インフルエンサー、かつね、雑誌の編集者の、フーシティンっていう人がね、いるんですけども、彼がですよ、ついにですね、例の病気、対策に対してこうご意見を出したということで、何が書いてあるかっていうと、要はね、もうそろそろロックダウンっぽいの、やめようかと、そういう、話を、ね、出してきたんですよね。でね、例えばね、彼ですらもう北京からね、離れ、られないと。なんでかというとね、北京から離れるだけで、PCR 受けたりだとか、あとはね、隔離されたりだとか、はたまたね、帰ってこれなく、なる可能性があるということで、非常にね、難しいと。それでね、多くの人がですね、生活に困っていると。もう今ね、どんどんね、レストランとかね、お店がね、閉まっていってるんですよね。なんでかっていうとね、もう話は簡単なんですよね。みんな、外に出れない、お客さんが来ない、店を開いてても、お客さん来ないので、お金が儲からないので、もう家賃がもったいないし、もう閉めてしまえと。そういったことがね、ずっとね、起こり続けてきてるんですよね。それでね、経済がね、ガタガタに、なっているんですよね。それでね、このフーシチンっていう人はですね、海外もそのロックダウンやめていることだし、もうそろそろ中国もやめないかと、もうみんなね、もう耐えられなく、なっているぞと、そういったね、話をね、しているんですよね。はい、続いてですね、これまたね、ウェイボーの方なんですけども、ウェイボーでね、クーちゃんっていうのをね、やっているらしいんですよね。これはですね、おそらく、イスラエルの、嘆きの壁で9割方合ってると思うんですけども、要はですね、ウェイボーにですね、リウェンリアンっていう人がいて、このリウェンリアンっていうのはですね、例の病気の、出始めの頃にですね、初めてこの例の、おそらくは初めてこの例の病気を、発見してですね、彼はね、グループで、共有したわけなんですよね。彼はね、みんなに知らせようとは、していませんでした。その時点ではね、それでね、グループチャットなわけで、こういう、ウイルスが出てきたから、発見したから、とりあえずグループの中で共有して、みんなでね、気をつけましょうね、という、話をね、出したんですよね。そしたらね、巡り巡ってね、嘘の情報を流したと、そういうふうにね、言われてしまったという話なんですけども、それでですね、このリウェンリアンっていう人はですね、最終的にはですね、例の病気で、亡くなったと、いうことにね、なっている、みたいなんですよね。それでちなみにね、このリウェンリアンっていう人はですね、このウェイボーではですね、ある種の、神様じゃないけど、ちょっと祭り上げられているんですけども、とりあえずね、彼がね、その社会に向けて、全力でこう知らしめようと、どういう対策とかね、知らしめようとね、そういったことをしたという形跡はね、とりあえず、ないようですね。ていうかね、これよりなんかすごいのがですね、ジャン・ウェンホンっていうね、中国の、保健局というか、衛生局というか、そこのね、エリートの人がいるんですけどもね、その人がですね、もう本当に、もう勇気を持って、こういった対策をした方がいいんじゃないかと、ロックダウンじゃなくて、要はウィズでやっていこうと、そういったことをね、そういったことを堂々と言ってるんでしょうね。それでね、例の病気で死んだ人の数のデータと、あと肝炎とかね、その他の病気でね、死んだ数のデータと出して、ほら、例の病気の怖さっていうのはこのぐらいだよと、だからもう普通の生活に戻ろうねと、かつね、普通の生活に戻らないと、もうみんなの精神が崩壊してしまうよと、そういうふうにね、彼はね、訴えているわけなんですけども、今のところ、聞き入れられていませんね。はい、それでですね、クイアンですよ。クイアンなんですけども、キヨウという、場所ですね。この場所はですね、
上海で、まあ、自主ロックダウンが行われていた時期があったんですよね。あくまでこの政府がね、ロックダウンを、ご当地の政府がね、ロックダウンを要求した、わけじゃなくてですね、ご当地の、団地のね、住民がですね、なぜか同時にね、みんなで示し合わせたように、ロックダウンをしたといったことがね、起こっていたわけなんですよね。その時期にですよ、僕の友達がね、このクイアン、企業の方にね、行っていたわけなんですよね。遊びに行っていたのか、避難していたのかは、わからないんですけども、それでね、おそらくクラブ、踊る方のクラブね、クラブの方に行っていて、ウェイってやってるね、動画をね、上げていたんで、まあ、僕はその時に思ったのが、その厳しい、ロックダウンっていうのはですね、ひょっとしたら大都市でしか行わないつもりでいるのかなぐらいにね、思っていたんですけどもね、ここに来てね、クイアンの方で、怒ってしまいましたね。それでですよ、このクイアンなんですけども、ロックダウンが始まってからね、まあ、結局はですね、上海とね、同じようなことがね、起こってしまっている、わけなんですよね。まあ、簡単に言うとね、何が起こってるかっていうと、まあ、食料がねえよですよね。食料がねえよ。で、水がねえよも起こってるんですよね。中国国内ね、水道水を飲むことができないんで、水っていうのはね、買わなくちゃいけないんですよね。それで、まあ、買ってこなかったらね、なんつうのかな、まあ、沸かし飲むしかね、ないんですけどもね。まあ、それでね、なんつうのかな、どっかのマンションの一角をね、工事していた、業者の人がいてですね、まあ、普通に住める状態、住めない状態なんですよね、そこはね。なんでかっていうと、工事してるわけなんですからね。そこで工事してたら、突然ロックダウンされて、どこにも行けなくなってしまって、食料も何も、その生活用品がない状態で、ロックダウンされてしまって、出れなくなっているという画像がね、出回っていますね。こういったね、画像っていうのはね、僕ね、ツイッターの方とかに上げておくんでね、皆さんぜひ僕のツイッターをね、登録して、確認してみてくださいね。ツイッターの方が情報とかね、いろいろ、早いのでね。まあ、それでですよ、まあ、その次がですよ、例えばご当地のね、役人の人がですね、まあ、明日には食料届くからね、と。そういうふうに言っていたのに、次の日になったら、エレベーターごと止められていたと。いう話なんですよね。なんかね、こう、ビルとか見ていたらね、その団地の高さとか見ていたら、普通にね、30階とかあるんでね、まあ、一番上の方はね、30階、降りようとしても、歩いて降りなきゃいけないとかね、そういった状態にね、なってるんですよね。でも、なかなかね、なんていうのかな、例えばね、この住民の方ですよ。住民の方ね、情報収集能力ないなぁと、思うわけなんですよね。まあ、これ、ウェイボーとか見てても、わかりますし、まあ、あとはね、多分中国、全土でね、まあ、実際にね、海外の、ネットとか見てるのはね、多分1000万人ぐらいなんじゃないかと、まあまあ、その、きちんとね、情報を取るために見ているのは、1000万人ぐらいなんじゃないかと、思われているわけなんですけども、まあ、例えばね、情報収集してこういったことが起こりうるから、食料は2ヶ月分ぐらい貯めとこうと。まあそういった対策もね、取ろうと思えばね、取れる、わけなんですよね。まあ僕はね、普段家にいるときはね、大体オートミールとプロテイン備蓄してるし、多分こんな状況になったらですね、干し肉とかね、乾燥野菜とかね、まあ、備蓄しておいて、で、かつですね、まあ、野菜の配給があったら、あ、嬉しいなぐらいの、状況にね、しておくと思うんですけども、まあ、これで別に難しいことじゃないですよ、本当に。本当に簡単にできますよ。で、干し肉ってね、本当ね、密度が高いんで、本当に狭いスペースに、乾燥したままね、置いとけるんで、まあ、その方がいいと思うんですけども、まあね、まあ、最近ね、動画とかでも出てるように、もう本当にね、明日からロックダウンです。で、慌ててね、食料買いに行くとかね、そんな人がね、たくさん、出ている状況なんですよね。まあ、それでね、このご当地の役人の方も、上海とかのね、状況を見てですね、何も考えないのかと。まあ、だから、ロックダウンするにしてもですね、その住民のその生活をね、考えなくちゃいけないわけなんでね。まあ、だから、まあ、住民のことなんて、どうでもいいのかなとかね、思ってしまうんですけども、ぶっちゃけね、カロリーが、足りるだけの食料を配るっていうのはですね、
まあ、そんな難しいことじゃないと思うんですよ。だからマンション1棟、例えばね、最近というかもうイエピンの、月餅の時期なんですけども、月餅1個でね、大体人間1日暮らせるんですよ、普通は。月餅1個で2000キロカロリー、とかあるんでね。まあ、最近の月餅がどうなってるかわかんないんですけども、そういうのをなんか朝からこう1人、1個ずつぐらい配っていくだけでも、まあ、とりあえず、飢えずには済むんで、その方がいいんじゃないかなって思うんですよね。まあだから、なんていうのかな、そのロックダウンされて5キロも体重が減るなんてことがね、起こらないわけなんですよ。それをするだけでね。まあだから、それがものすごく手間なのかなと。その手間をね、惜しまなければね、なんかみんな、まあそこまで文句言わずに、とりあえず、家の中にいると思うんですけども、なんかなぜかね、こう騒ぎ出すまで構わないと。そういったね、ことが行われているみたいですね。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。失礼します。